オウム老王は、デンマークの王。十世紀前半から半ばにユラン半島中部のイエリングを拠点にユラン半島から、フィュン島にかけてのデンマーク西部一帯を支配したとされ、後に、老齢を人間に与えられた運命の限界まで、引き延ばしたが、ため、老王と、あだなされた。ハーラル、アオバ王、スベン・ソウヒゲ王、クヌート大王と続く、イエリング王権の回祖。リングには、妻、 中羅をデンマークの誉れと称えたルーン石碑が世界遺産、イェリング墳墓群の一部として今も残されている。現代の欧州王室であるデンマーク王家、ノルウェー王家、スペイン王家、イギリス王家は彼の子孫である。イェリング王権の改祖とされるが、その実績について言及した資料は限られその解釈も困難であり、出自についても諸説あり明らかになっていない。 9世紀から10世紀にかけて、デンマークには、オーラブを始祖とし、ユラン半島南部の商業地ヘイゼビューを拠点に、一帯を支配したとみられる、オーラブ家があった。このオーラブ家のグヌーパが934年に、東フランク王ハインリヒ一世に敗北し、功能の義務と洗礼を受け入れ、グヌーパ以後その息子、シグトリュグが王位についたことが、資料により確認されている。 このシュグトリュグについて、年代記者ブレーメンのアダムによる、ハンブルク死教辞籍録、第1の書52章には、彼が、わずかの間支配した後、ノルマン人の国からやってきた、スベンの息子、ハルデゴンが彼から王国を奪ったとの記述があり、同書57章などの記述から、このハルデゴンをゴーム、あるいはゴームの父親とする見方が、一般的である。 なおこの、ノルマン人の国がノルウェーかノルマン理科は、はっきりしない。同、自責録によれば、918年から936年まで、大司教委にあった、ウンニが、ゴームに接見し、不況を試みるも、野蛮さが甚だしいために従えることができなかったとの、記述があり、934年グヌーパの敗北と合わせ、936年、ゴロウには、外部から、 交渉対象者と認知される地位にあったと考えられる。ゴームの石碑、サイド A ゴームの石碑、サイド B ゴームには、チューラという名の妻がいた。その出自について明言した資料はないが、サクソグラマティクスのデンマーク人の自責には、イングランドの王女であったとの記述もある。同時代の資料として、イエリーングには、ゴームがチューラを叩いたルーン石碑が、 イェリングフンボ群として今も残されており、次の文言が刻まれている。この石碑に刻まれたタンマーカーは従来ユラン半島、フィュン島、シェラン島そしてスコーネを含む中世デンマーク王国と同一視されてきたが、近年の研究ではこれをデーン人の偏境と解釈。チーラはデンマーク東部の豪族の娘であったためゴム、家側からデーン人の偏境の誉れと評されたものとする説もある。 こうして外地から来訪したゴームは、チーラとの婚姻でその権力基盤を強固なものとしたと見られ、デンマーク史上初めて領域性を持った国家を建設し、その権力基盤は息子ハーラル知性の礎となっていった。イェリング・フンボ軍の教会からは、ゴームの可能性がある遺骨が発掘されているが、その遺骨がもともとあったであろう。 北川紛糾の母室の支えにの伐採年代から、ゴームの没年は958年から959年の冬と推定されている。遺骨の推定身長は173センチメートル、年齢は30代から50代で、死因は特定されていない。ゴームの子孫にあたるグリュックスブルク家は、現在のデンマーク王国とノルウェー王国の王家である。一族からは、 ギリシャの国王も出ている。またスペインは2014年に新国王に即位したフェリペ6世の母、ソフィア王妃がグリックスブルク家の分家である旧ギリシャ王家の出身。イギリスはチャールズ皇太子の父、エディンバラ公フィリップが旧ギリシャ王家の出身である。サクソグラマティクスによるデンマーク人の辞席には次のような逸話が残されている。ゴームは ある時にはのハヤブサを飼っている夢を見た。ハヤブサたちは、ゴームの腕から飛び立ってはまた戻りを繰り返していたが、そのうち大きな方のハヤブサが戻らず小さな方の、ハヤブサだけが翼を地に染めて戻ってきたという夢で、あった。その後、ゴームとチューラは、クヌーズと、ハーラルという二人の息子を授かった。ゴームは、クヌーズの方を愛していたが、ハヤブサの夢を恐れて、 クヌーズの死の知らせをもたらす者は殺すと言い渡していた。時が経ち、クヌーズは、イングランドでの戦いで命を落とし、チューラにその知らせが届いた。チューラは、広間の壁に黒い服をかけ、従者らにも黒服を着せて、ゴームを待った。ゴームが部屋に入ってくると、チューラは、ゴームの上着を脱がせ、模服の上着をゴームの肩にかけた。ゴームは、私にクヌーズの死を知らせるのはお前か と尋ねたがチューラは、それを口にしたのはあなたであり、私ではありませんと答えたという、ありがとうございます。